ったのに今回。いやさすがにこれしんどいな。さすがじゃないよ。いやいやもう全部うそー、まあ、ちょっとあーこれめっちゃ欲しかった。これお前分かってる何かあれでしょアイスマンのアイスマンこれはないかなって思ってました。残してありがとうございます。誰かに絶対仲間にこれもう売り切れてないからさ仲間にでも切っとかなあかんからさ。優子がベルクロパッチつけるっていうのは一番ないと思う。あの思わしき人物が本当よく見つけたでしょ、うん、よく見つけた。あれもめちゃくちゃいい。どれつけるこれでしょう。でもなあんな優子それはなビレアパッチは、うん、ええねんけどこれは俺たちとバリエーションいくとき、うんうん、はい。で今日はこれや。ベルクロパッチつけれる服がおノースでノースしかもノースでえなんで見つけて。え、こんなのあるの？今年売ってます。だから。あ、今年から売ってんの？はい。わーい。これ着てこうかな。めっちゃかっこいいやん、これ。かっこいいでしょ？かっこいい、かっこいい。うん。かわいい。かわいい。ええな。優子、あれ、これはな、あの、その時の気分によって、おしゃれで全部付け替えていってよ、ちゃんと。なんか、あれだね。気分で、うん、今日はちょっとでもなこいつらめんどくさいからずっと同じ人つけてるからいや俺は変えとる、ね、ちょっと今日はイライラしとったらならず戻りそう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 いう考え方やから。ゆうちゃんメットどうすんの？メット持っていくよ、うん、俺もつけないかんな。いやミッシーはもう言わんでも当たり前やからヘルメットなんか持ってきてないよ私。そっか俺らはもう仕事やからハイキングやるのかなハイキングやけどめっちゃもう最初から被っていくから今日ハイキングやるのそれじゃねえぞ。そうやねもう分かってないね完全防備こんなやつおらんですよいや装備大丈夫かそんな軽装でいけるか来たやつ舐めとるだろ。来たやつ舐めてるやろそういうもんじゃないの。山を舐めてるやつや、こういうやつは俺とミッシー以外は山舐めてる、うん、あ、ほんまや、あ、かわいい。シマエナガ？シマエナガ北海道しかおらんわそったらごめん純正テムです。この色に一緒のアウターがあるね、中に純正こいつな、そもそもめちゃくちゃひどいこと言うてるいやでもね、私これにアウターだから ある意味こいつが悪いよ何笑ってんねんお前何笑ってんねんお前なんかほ舐めてるやろ全員舐めてるやろ雪山ほんまなんでスパイおんのここになあなあどこに潜入するほんまや潜入捜査こんな大手に来てあかんのじゃん別隠れたいと思ってないから俺西天狗って書いてあるからこっちじゃない、うんシンさんのお姉さんっていくつ離れてるんですか？2つ。2つ、うん、シンさん。で、ミッシーさんが6つ離れてる。6つか。姉貴とは8つ。へぇー。お姉さん、1970?72 になるんかい。一緒やん。たぶんね、早生まれ。ああ、うちの姉貴。学年は3月20。あ、お姉ちゃんと、はい、お姉ちゃんって呼ぼう。じゃここからお姉ちゃんはあるよでもでお姉ちゃんっていう響きだけでもうちょっと嬉しいやろバカにされるあのバカにしてんねんでどっちかといえばでもゆかさんリアルお姉ちゃん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 
そう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 。背もたれもちょっとある。ここあるある。高いキューブ。キューブってめちゃ抜けるでしょ。そうでもない。G5。あ G5。おろ、おろしたて今日初めてやで。そう。ピカピカやもん。ちょっと痛い。10万円。後で踏みましょう。そうやな、踏まなあかんもんな。験担ぎやろ。そうそうそう。スラダン。事故合いませんように。そうや。踏んだ、ゆうこ、とりあえず今踏んだて。今後の参考が、一番安全でありますよ。逆に踏まれた。逆に。あ、アイゼン履いてなかったな。あ、アイゼンで不満とな、やっぱ俺らはな、俺らといえばな、そうそう、お行こうか、はい、落差が激しすぎんねやろ、お前こないだとのやばいわ、え帰りたい、大丈夫、今帰ってるから、よし、お疲れ、お前ようやったわマジ頑張ったわ、あれ頑張ったな、お前今日はそんなんないから、そんなんないから今日は、でも俺さ、あれが最初で最後でいいわみたいな思っとったけど、登った間もう俺、次の週の日行きたかった頑張って稼ぐわ、お頑張って稼いで、俺ら連れて行ってくれ、そのうちそうなるって、体力的にも、あおう、こんにちは、こんにちは、こんにちは、アウター脱いで、アウター寒かった、やっぱりそう、さすがにそれ一枚は、え、その下なんですか、アミアミ、アミアミか、これはウールのアミアミ、私これの下にウールの熱いやつ、あれあれリジメリの、うん、もう最高やな、リジメリの、うん、これでアミアミ、あ、じゃあ3枚着てるってこと、3枚着てます、え、ゆうこちゃん5枚着とったってこと、5枚着とった警戒してる、警戒してる、来たやつ警戒してる、だから何気に警戒してたんですよ、私も、うん、いいな、なんかおー、ええな、ゆるゆる登山って感じ、おう、キラキラしてきとる、早つきすぎるわ、リバーク、ちょっとあれか、雪合戦しようか、ゆかちゃん、もうキングヌーもうええから、ゆかちゃんほんまになあ、それより減って10時ぐらいから、10時、10時営業、あ、え、まずは、え、一番最初のプログラムってクロリーヒュッテでビーフシチュー、あ、それが最初のプログラムやな、はい、うん、そういう風習で、ああ、島根も日本の気分かありますか、え、日本全国あるじゃない、全国やろ、ないないない、え、違うの、ないですよ、あ、そうなの、うん、と富山はない、なかった、え、だから私高校生の時に、最近よな、ですよね、十何年前から急激に流行りだしたよな、あ、そうなの、流行りもんなん、あれ流行りもんなん、あれ、あれですよ、うん、なんかスーパーの予約とか、そうそうそう、そういう、あ、商業店、商業、あ、そ、それもう何でもそうやで、全部そうやで、クリスマスもそうやし、あれ、私初めて聞いた時にえ、なに、え、何それって思いました、ほんま、こんにちは、あ、じゃあ、いつも見てます、あ、ほんまですか、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、あ、いつも見てます、皆さんいつも見てますよ、あ、ほんまですか、ありがとうございます、今日はね、どこですか、今日は最終は高西です、キラキラ登山です、キラキラ登山です、カラ、カラサワ、あ、カラサワ、カラ、上がって、ビーフシチュー食べて、やばないじゃないですか。私が初雪山、はい。全然歩いてないから。今季全然行ってないから。そうですね、はい。キングヌーに燃えて。夢を叶えてやる。めえって。アピール。出してこんでええねん、別に。それ。月あらわなあ。なあ。もう長いなと思って。あ、やす。でも、これで、こう、あっと。ありがとうございます。いえいえ、どうも。いや、これ。オラは、高見。あ、高見。あ、いいですね。はい、止まって。はい。ゆっくり行きます。キラキラ、キラキラ登山だ、キラキラ、キラキラ、ニューに行って、白駒回って、あ、そう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 、ニューに行って白駒、新たなチャレンジ、新たなチャレンジで、この重装備やから山も山下や、私初めてやから、どんなとこか分からへんから、もうフル装備すいません、お邪魔します、いえいえ、どうもよろしくお願いします、はい、お気をつけて、そちらもね、え、取れた、あ、
ダメだ。マニュアルになってんじゃん。いや、マニュアルだよ。AF は入れとるね。いや、これなんかやばくて。やがってるってどういうこと？動作がおかしくなる、うん、寒いと。懐に入れたいんだ。何やねん。調べてから持ってこい。懐に。いや、そのさ、ピント合うところまで下がっていくて。ほんで、あの望遠だけど。一眼でさ、一眼でもこれはもういらんやろ。じゃない？いやいや、こう自然なとこをやっぱ撮っていかなあかんから、こうカメラを構えてる人に対してこっちがこうポーズ撮んのはちゃうやろ。なあ、うん、やろ？式典みたいな。お式典。式典。俺も足先冷たい、俺めっちゃ弱いからさ、私今二の腕が寒い。二の腕。あんま効かんよな。そこ寒いってあんま効かんけど。お腕の筋肉ついた。ついたムキムキや。雪がねえんだわ上。雪がないよ。もじゃもじゃの下にある。いや、もじゃもじゃ。雪がねえんだわ。春やな、これ春山やな。うん。もうちょいや。もうちょい。うん、多分もう10分ぐらいちゃうなと。うん。寝かしちゃった。新幹線もあっちこっち、もうほんまにびっくりぼっちもどきが何回もなるから、うん、ほんまに行きたくない。ぬかつばっかしてるから。幸せでしょうね。押しは押せるときに押せ。押しとかないねん俺。もう着く？しんさん。もう休憩したい。お腹すいたわ。飽きてきたな、ちょっとな。めっちゃ濃くなってんねん、私。念願の黒いリフィット。憧れの黒いリフィット。黒い同棲。それも憧れられるところな。黒い同棲。実は俺着てんねん。あ、マジで。止まってはないけど。テント泊した。熱っ。はい、ご一行さん。はい、はい、ご一行さん。そういう取り方。そういう取り方だね。今日こんなんばっか。みんなピースして。素晴らしい。オッケー。熱っ。お、ゆうこちゃん、高級ザックやん。高級ザックだよ。ここまで戻って。アテリ。そうなの。アテリ。アテリ。アテリ爆、爆上がりや。俺気づいてあるね。これめっちゃいいですよ。マジですごいいいです。アルパイン用？アルパイン用です。あきちゃんのそれどこの？ミステリーランチ。おお。パンかライスどっち？ライス。ライス。俺パン。これ2番ですよね。はい。これを重ねず返却ね。はい。うん。うん。おいしい。やばいなこれ。うまいね。やり上げとるの。やり上げとるってどういう意味？パンって言ったらめちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。フォーラッツ商品。フォーラッツ。どういう意味フォーラッツ？フォーラッツどういう意味なの？方言だけど。フォーラッツはどうなんていうんだ。やり上げてるって言わんよな。どういう意味やり上げてるって。やり上げてる。打ち上がるみたいな。もうなんか好き放題してるみたいな。ああ。贅沢。うん。放辣。またやりたい放題贅沢。うん。放辣？初めて聞いた。うん。今出雲弁なの。っていうのを、うん、ちょっと皮肉にちょっと悪いこと。放辣。こういう山ってあんねんな。いや楽しいでしょ。いや。女子たちで行っとる山ってこういうことしとるんだね。そうや、そうやな。どこだっけ、御嶽だっかに、木ざくいに行ったんだよ。うん、行った。俺、月見に怒られそうやな。そうですよ、こういうところに。何で、こういうとこ連れてってあげよう。え、こないだの谷川岳もさ、北横岳か谷川か、どっちかやって。それもおかしいやん。全然違う。あ、でも、うん、ロープウェイ使えたら、まあ、北横やね、うん。まあ、こういう、これはないけど。うん、ただ谷川は西黒やからね。それおかしい。まだキラキラを味わすには早い。まだ早い。余裕を持ってな。ジャンダルムをキラキラにしたろかな、みたいな。うーん。
なんじゃそりゃ。最初にこういうのから入るよりいろいろやってこれの方がいい気がする。心に余裕が。ま、マジで無理だね。ここもきつ。心から楽しんでる、うん、そう、すごい楽しい。感動しようもんこれ、うん、山でこんなもん食っていいの、うん、赤米とカップラーメン。白駒荘を見たら多分腰抜かします。こっからの予定は何？ん、次はかわいいニュー。そう、お前ニューって何なの？なあ、ゆかちゃん。わかんない。何なの？言ってて、二人。ニューってカタカナでニュー、ひらがな。ひらがな、ひらがな。ニューっていう山のところ。山の名前がニュー。ひらがなで。山な、山の名前なの。山、山、山頂。ニューさん。いやいや、山とか。じゃあ、ニューやね。ニュー。何なの？まあ、50分ぐらいでニューやな。あ、そんなもんな。あ、これはやばいぞ。これ午前中に。いや、ちょっと白駒で行こう。あ、遊びたいねん、白駒で。トイレ行きたい。細かいの。さっき払うの。うん、さっき払う。チコちゃん、ん？帰りの交通費とかある？じゃあもう、一緒やな。いや、俺、龍太郎と一緒やねん、俺。何？龍太郎の分。なんで？それは。で、こいつ金ないから。優しい。でも200円足りひんねん。足りてないけど。そこは私が頑張ったことね。うん、そうそう。就職祝いは200円。まあ、うん、そうやな。これは塗らなあかんな。やばい、これもちょっと。月さんに怒られんな。怒られる。かわいそうに。でもこんなは何誰とでも来れるじゃん。そうやそうやそうや。やっぱ登れるね、登れる人と来るときやっぱ。そう思っててんけどな。そう思っててんけど、私が知らんからさ、キラキラを。俺も知らんし。だから新さんありがとう。厳選しましたよ。白駒池で遊びたいの。お。ダッシュする。遊びたいって何すんねん。何をすんねん。何する？あ、なんか持ってきてんねんで、秘密の道具を。もう一人遊びようだけ。頑張る。逆に踏まれたわ。退学しました。お、放落してんな俺ら。放落中。放落以外の何でも何でもない。ニューありがとう。ニューちょうだい。ニューあげる。ミカさんみたいな人さんが来たりだったら何もだろうな。千人に一人の逸材だな俺。ニューの謎に迫るため、たちは夏がだけしてくれ。入ったよね、防寒着。入った、なんで親父に聞くねん、お前。弁慶やろ、弁慶。龍神剣やん。これだけしようか。入ったらいけんやつ。怖いわ。そうもんが取らんからゆかちゃん、うんこ作ってる。みんないい年こいてうんこ作って遊んどる。みんなじゃない、この人だけ。どんな顔してんの、この女。はい。あれ登ってん、俺登ってん、あれすごい。やったったよな。やったったよな。白にやった。やっつけちゃって。すごいな。現時に、俺だ。お。あ、もう恥ずかしいから言うなって。楽しんで見えない。